いや、普段は物静かな方ですよ。叫んだりしないもん、ね、叫んだりしない、叫んだりしない。これちょっと、いや、ただ、カメラが軽く、え、忘れてる。こんにちは、ビース森山です。今回はプロレス談義第2弾ということでですね、現役プロレスラーの海選手と、そして私のね、前回の動画見てもらった方は分かるんですけれども、当時同期だったケイタさんに、はい、ご登場いただきましたが、よろしくお願いします。よろしくお願いします。まあ、私の先輩でもありますから。まあ、でも私はやめてもうね、デビューは海君、もう一人だけだから。まあ、それぞれそのプロレスラーになりたい夢だったりとか、はい、理由があったと思うんですね。それを海選手からちょっとお伺いしたいんですけども、はい、なんでプロレスラーになりたかったんですか？プロレスがまあ好きになったっていうのもあるんですけども、うん、私その元々知ったのが中学校3年生なんです。それまではもう野球少年でして、小学校2年生から中学校3年生まで野球しか知らなくて、プロレスの本当プロ字も知らないぐらい野球しかやってなかったんです。で、ジャイアント馬場さんとか、まあ、お亡くなりになっちゃったんですけども、やっぱ商売に出てた人っていうイメージぐらいしかなくてですね、本当野球だけぼっどうしてまして、実はその中学校3年生野球をやり尽くしたと自分で思ったんですよ。当、う、時、んうん、そんな強くなかったんですけど、その地区で優勝したんですよ、うんうんうん、でまあ僕ピッチャーやってまして、追いつき症候群になっちゃったんですよね。お、中学校3年生にして、なるほど。でも人生のなんか目標がなくなったんです、ふと、うん、今思うと早いなと思うんですけど、本当精神的にも結構病んでまして、でその時にその野球部だった同級生の木村くんっていうんですけど、はい、まあいろんなところで話してるんです。その子がプロレスっていうのがあるよ、面白いよって言ってくれて、まあコンビニにまず行って、うん、シューポロシューゴン当時あったんですけど、それを立ち読みしてですね、あ、これは面白そうだなと。夜中にワールドプロレスにやってたんで、はい、あ、これは面白いなと、うん、だんだんハマり出してまして、まあ中学校本当3年生の夏からですよね、終わった後なので、野球がどうやってでこのプロレスっていうのを見に行けんだろうと思った。当時、まあ、あの新聞を家で撮ってたんですけど、はい、某読売新聞っていうそれ読売新聞、はい、チラシがありまして、まあ、チケット当たるよっていうのがあったんで、うんうん、あ、これだと思って応募したら当たって、まあ、高校1年生 の4月の初めに当たって大会見に行ったんです、うん、そこでもうドハマりです。ちなみにその時は新日本プロレス見に行ったんですか？そうです、東京ドーム大会見に行った。あ、初っ端は東京ドーム大会やったんですか？ 1.5 いや、4.10 です。 4.10 4月にも昔やってたんですけど、へー、でも、これはすごいっていうね、衝撃受けまして、もうプロレス少年ですね。ちなみにその時、誰のファンだったんですか？大仁田敦さんと、はい、武藤敬司さんのファンでした。なかなかあれですね、最初はです。いや、なんていうかさ、その大会の第0試合にまず大仁田さんが出てきて、はい、一番最初に出てきた人で、うんうん、あとメインイベントで出てきたのは武藤さん、うん、あ、すごい。その2人がもう鮮明に衝撃、もう自分の中に受けて、もう脳裏に焼き付いて、もうインスパイアされて、その2人をずっと追いかけてましたね。その2人を追いかけるのはなかなか大変ですよ。同時進行ではなかなか大変ですよ。まあ、グレートムダーって。そうですね。でもエンターテイナーですよね、サイトも。そうです。ドハマりして、ふとプロレスラーになりたいと思って、まあ、1年後ぐらいで、柔道部入ってプロレスラーになりますって、みんなの前に宣言して、うん、で、柔道を1年間、その学校でやって、また終わるじゃないですか。はい、そしたら浜口ジムにすぐ。え、浜口ジムに入ったのはおいくつですか？18です。18の時に入って、はい、ちなみに浜口ジムって結構名前聞くんですけど、ね、先輩です。先輩、はい、まあ、はい、一応そうですよね。私も浜口ジム、浜口系ですね。です、浜口系、浜口系、はい、浜口ジムってどういうことをこう練習っていうか、そのプロレスラーになるために入る方多いじゃないですか、多いです。どういうことやるんですか、その練習っていうか。まあ、基本的にでも基礎体力だね。なんか精神論ですかね、うん、何かをその言うわけじゃないですけど、あまりにも浜口会長が言ってくださったお言葉とかすごい響いてますね。気合いだとかではないですか？いや、ないっす。そういうのではないです。基本的に静かなんで。え、本当ですか？大丈夫ね、はい、あの、大丈夫でしょう。カメラが回るとね、あ、まあそうですね、
あ、じゃあすごいスイッチが入る。やっぱりプロレスラーなんですね。いや、めちゃくちゃプロレスラーですよ、まあ、です。いや、普段は物静かな方ですよ。叫んだりしないもん、ね、叫んだりしない、叫んだりしない。これちょっと、いや、ただそのカメラが入って、まあ当時その浜口京子さんがアテネオリンピックっていうのはその女子レスリングの正式種目になったばっかりの時だったんで、ね、一番すごかった時じゃないですか。そうだね。でもカメラがしょっちゅう僕らのやっぱ道場に来てたんですよ、うん、カメラが来る日すごいもん、ね、そう、それなんかちょっとワクワクしてるのも、いや僕らもそうなんですけど、はい、会長がやっぱり気合の入り、気合、まあもともと入ってるんですけど、カメラの前とカメラじゃない前のやっぱそうなんです、すごいね。やっぱそういうところをやっぱ自然と学んだなっていうのありますよね、うん、ちなみに先ほど言った基礎トレっていうのは、例えば全日本入った時、まあ彼のようにプッシュアップだったりとか、いや役に立ちましたよ、うん、やっぱやってました。やっぱそれがないと多分もっともっときつかったと、ね、きつかったと思いますね。受け身とかもやるんですか。いや受け身は前回り受け身ぐらいですよね、基礎、うん、だって基本の基本のそのプロレスのリングじゃないんで、浜口ジムにあるのは本当レスリングマットなんで、うんうんうん、会長に言うのはプロレスは別に入ってから教わるからって言われてましたね、うん、ここで別にプロレスのことは教えないっていうか、うん、教えてもらってないです。じゃあ変な癖つけないようにと思ってたのかもしれないですね、もしかしたら、はい、でそこでプロテスト受けたんでしたっけ。受けましたね。あれプロレス学校とかっていう、私はプロテストを受けました。あ、プロテストです。全日本プロレスの、じゃあそこの、あ、その浜口ジムですか。あ、そっか、じゃあ浜口ジムのことプロレス学校って。浜口ジム自体はその会費を払えば誰でも、まあそう、誰も入り口は誰でも門は開いてるんですね、はい、なるほどなるほど。でもやっぱね、いなくなっちゃう人いっぱいいましたね。それ週何回くらい通うんですか。週3回道場があるんです。合同練習が。なるほど、練習が。ではそれ以外の日にも個人個人で、ね、まあ、ウエストトレーニングだったりとか、なんかあまりそのスパーリングとかはありましたね。会長自身もあまりそう出身じゃないですか、まあ、プロレスの理論を用いて結構アマレスのスパーリングっていうか関節とかそういうものをなんか直接じゃないんですけど、なんかそういう、まあ、プロレスを教わってないんですけど、関節的になんかこういうもんだぞっていうのなんか今思うと教わったんだなっていうのは思いますね。結構いい環境ですね。そう考えると、いやでも一番は精神的に強くなれたかなっていうのはありますよね。まあ、若い時って特に、はい、ね、自分の何か方向が定まってないところに、まあ、そういう芯を作ってくれる、うん、ね、ようなジムだった気がしますね。その時は当時はそこまで分かんない、ね、分かんないけど入ってからとか気づきました。今考えるとそうだったかなっていう。もう今のお仕事とかも役立ってんじゃないですか、うん、まあ、でもそこが基本があって、まあ、今全然違うことやってますけど、そこがあるからこそその後もいろいろできたかなっていうのはやっぱ正直、まあ、でもありますよね、その時の頑張りっていうのが、まあ、かな、気持ちの作り方とか、うん、いや、そこに行ってなかったらちょっと自分がどういう人間になってたのかとかちょっと恐ろしいなと思いますね。浜口ジムは何年いられたんですか。18から22まで大学行ったような感じでいたんで4年間ぐらいいましたね。プロテスト受けたの22、3ってことですかね。一回実は浜口ジムに入る前にも自分で受けたんですよ。あ、どこに受けたんですか。新日本プロレスに受けたんです、はい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 、でもその時にやっぱ18歳でまだ卒業もしてなかったんですよ。当時体もちっちゃかったって思われて、もう一回頑張ってこいって言われて、で浜口ジムを調べた感じです。なるほど。それで改めて、今度はじゃあ武藤さんいる全日本プロレスを受けた。元々そうなんです。元々武藤さんが好きでもあったので、その間に僕ヘルとちょっとあの自分で単身でアメリカに行ったりとかして。しちゃう。そうなんですか。そうなんですよ。へー。でやっぱり武藤さんの団体に行きたいって思って、当時、まあ、全日本プロレスの社長でもあった、まあ紆余曲折あって、で帰国して武藤さんの団体に行けたっていう、まあ、全日本プロレスですね。しっかり目標通り行けたんですね。そうなんですよね。あの不思議と啓太さんはもともとスポーツは何かしてたんですか。もともと何もやってなかったんですね。本当に何もやってないんです。そう、よく今考えるとまあ目指したな。そう、なんかあの当時の記憶からしてもすごく穏やかだし、うん、なんかそういうなんていうのかな、こう部活系じゃないっていうか、うん、文化系、文化系、文化系だった。アニマル浜口チーム入ったのはいくつの時ですか。はもう高校卒業して、あ、じゃあ一緒のあれですね。そういう1個先輩なんで、年齢がだから1年、はい、1年早い、早い、早い。そもそもなんでプロレスラーになりたかったんですか。うん、まあ、一番は人と同じことをしたくなかったっていうのが根底にあったんですね。やんちゃですね。文化系なのにやんちゃですね。たまたま深夜テレビ見てたらプロレスやってて、あ、こんな面白いのがあるんだっていうのをそこで初めて知ってのが多分高校1年生ぐらいの時かな、うんうん、
まあ、周りでね進学するとか大学行くとかって言ってる中でひねくれてたのかな、みんなと同じようになんかしたくないなっていうのが根底にあって、じゃあ何しようってなった時に、あプロレスやっぱ好きだから、まあ、背も高いっていうのもちょっとあって、ちょっと目指してみようかなと思ったのがきっかけですね。その時って体重何キロだったんですか？正直に59キロとか。こんな身長高い。今で今70キロぐらいですけど、これよりもさらにまだやばいやばいやばい。で目指そうと思ってでもちょっとやっぱ遅すぎるなと思って、ちょっと食べて浜口ジムに入門しようと思って行った時は、でもそれも65キロとか、それでもそんなもん。5、6キロ増やすのどれで大変かっていう、本当に。でじゃあ1年後に今ちょっと出会って、そうですね、私が最初浜口ジムに入って。でその1年後に海君が入ってきたっていう感じ。じゃあ全日本にプロテスト合格したっていうのも当然当時知ってたっていうか連絡は来てたんですか？そう、さっき僕が全日本プロレスに行ってたんで、浜口ジムで最後練習でアマレスっていうかスパーリングしたのが海君。忘れてる？全然覚えてない。っていうのを覚えてる。スパーリング2人でやった時、トウギはどんな、どっちが勝つとかなんかあったんですか？全然覚えてない。まあでもその、一応アマレスなんで、まあ抑え込みがあるとか、当時それちょっと結果忘れてた。引き分けの時間切れで、なんかあるんですけど、やった最後でも覚えてたけど、いや、もう覚えてない。僕がその受かって最後のこれがもう、スパーリングが、次に帰ってくる。これ今度やってもらうしかないですよ、人間。いや、もうプロのアマチュアだから。その時は、誰のファンだったんですか？僕もその、武藤敬司さん。二人とももう夢にまっしぐらちゃんと叶えてしまったっていう。うん、まあ、夢のままでもいいかなっていうのは。ちょっと待って。いや、いいですよ。それは YouTube としては最高にいい今発言でしたよ。ミスさんは憧れとかはさ。私はですね、もともと、もうきっかけは闘魂烈炎2だったんですけども。ああ、ゲームのゲームで。当時プロレス家で見せてもらえなくて、筋肉マンもダメだったんですね。で接点がないなんかその闘魂烈炎2ライガーさんにハマったんですよ。単純に技が多彩だったんですよ。で操作しやすいっていう、なんかフランケンシュタイナーとかパワーボムってなんかちょっとかっこいいじゃないですか。で最後にライガーボムってなんじゃんみたいな。で試合を見て、最初私も新日本プロレスでライガーさんがちょっと好きだったんですね。でそこからなんかこうテレビ欄そういう CM で見るとこっちにもプロレスやってたんですよね。であれなんだろうこっちにプロレスと思った。それが全日本プロレスでテレ東とかでやってたんです。そうなんですよ。でたまたま試合が三沢さんと小林さんのタイトルマッチだったんですよね、三冠の。あそれ全あそっちもあれですね、武藤全日本じゃない時の。そうなんです、まだ四天王時代のやつ、ね。あじゃあそれ4ですね。40です。日テレです。です見たときに、まあ、結果としては三沢さん勝ったんですけど、試合がもう壮絶で、当時、小学校、多分5年生、6年生ぐらいだったんですけど、もう衝撃だったんですよ、もう、なんで知らないんだろうみたいな、なんで立ち上がれんだろうっていうので、なぜか負けた小橋健太さんにすごく惹かれて、その立ち上がる姿っていうか、そこからもうどっぷりハマって、もう伝え行って、全日本借りまくって、もう小橋健太さんたちの試合がすごく好きで。あこういう男になりたいと。じゃあノアには何でいいかな。いやそれあのまあ全日本プロレスなんです、ね、違うんですよ。当時やっぱ身長でかい人しかそもそも180センチ以上って書かれてなかったんですよね、うん、公式サイトに。私168なんで、うん、そもそももう応募する資格がないっていうのもずっと自分で思ってたんですよ。ただプロレスラーになる夢っていうのはもう中学校の三者面談でもプロレスラーになりますか言わないし、高校行ってもそれしか言ってなかったし、そのために道場も入ったし、道のプロレス受けたんですね、はい、ああそうなんですか。で道のプロレス受けて、まあ、合格しまして、はい、新崎仁先さんですねその時、うん、で01のリング片付けの時にもちょっと声かけてもらったんですけども、まあでもすみません、1億合格したんでみたいな話をしている矢先にダメ元でいいから全日本受けてこいっていうアマレス関係者、当時のレスリング部の先生がちょっと全日本に絡んでる方だったみたいで、行けと。で自分自身も記念受験みたいな、だって合格すると思ってないんです、身長低いから。ただ体勢がもう武藤さんになってたんで、おそらく身長とかあんまり気にしなかったんですよね、そのタイミング的に。それで受けて、まあ、合格したっていう。受かっちゃったって感じだった。プロテストはもう最初から合格すると思ってたんですよ、はい、あの予習してたんで。あ自信があった。自信あったんですね。ノアのプロテストが大体300単位だったんですよ。プッシュアップが 30×10 セット、スクワット300、腹筋300、背筋300みたいな。なんでもう高校2年生の時点で全部500単位でやったんですよ。ああなるほど。でスパーリングもブラジリアン柔術もそうですし、コンバットレスリングとか3本したやつずっとやってたんで、その辺は大丈夫だなと思ってたんですけど、合格したことにびっくりしちゃったんですね。するつもりなかったんで。
身長で絶対落とされると思ったんです、はい、ここで私は逆に目標達成しちゃったんですよね、頭の中が。だから燃え尽きちゃったんですよ、一緒で。でもずっとなりたいって言ってきて、周りも親にもそうだし、進路だってもう決まっちゃってるし、逃げ出せないじゃないですか、はい、っていう中途半端な気持ちで入っちゃったのがあの頃だったんですね、うん、練習はまあきつかったですし、うん、あれですけど、ね、別にみんな優しかったじゃないですか、うん、そこで自問自答しちゃったんですね、もう。そうなんですよ、もうこんな中途半端で自分がいいのかっていう。そうですね、やっぱ辞めた後は何もしたいことがない、どうすればいいんだろうみたいな、今後の人生。だってプロレスしか見てこなかったんですもん。立ち直るまでどのぐらいですね、2年3年かかったもんね、もうやりたいことは本当なかったんです、プロレス以外。まあプロテストの内容もよく分かったし、一応経験してるから、まあ、空手でずっと茶帯だったんですけど、黒の時ってはもう一回受けようかなってのはあったんですよ、正直。まあ、25までには受けようと思ってたんですけど、21の時にあの交通事故で逆走してきた車に突っ込まれてしまって、それで膝の靭帯3本切ってしまったんですね。ちょっとこれだともうゼロからだときつい、取ってもらえないだろうなっていうので諦めたんです。でトレーナーの方に集中していった。でもどうなんですか、今のモチベーションっていうのはどういったところにあるんですか。例えば目標だったりとか。今ですね、まあドラゴンゲートで、まああの全日本プロレスっていうところで求められる存在になっていかないといけないなっていう部分でやっぱありますけどね。モチベーションはまあそこのプロレスラーになったきっかけが、プロレスで僕生きがいをもらったので、恩返しでプロレスになってるっていうのがあるんで、見てもらった人になんか感じてもらえるようなレスラーになりたいなって、ずっとそういうのでやってるので。いいこと言いますね。いやもう本当に実際僕がその生きる力をもらったのが原動力。そうなんですよ、プロレスなんで、でもプロレスってそういう力を持ってるんで、そうですよね。でもそういうためにやってるなっていうのもあるので、まあ自分のためでもあるんですけど、ね、私はもう本当にいじめられっ子だったんで、プロレス見てそこからやっぱ脱却できたというか、まああんまり周りに流されなくなったっていうんですかね、まあ自分はこっちが好きっていうのができたというのがありますし、まあ、ケイタさんもそういうところあるんですかね。なんか人と違うことやりたいっていうのが本当に強かったんで、まあ、そこからこうだから目指していったっていうか、まあ、本当でも今からすると正直そこまで深くはいろいろあんま考えてなかったっていうのが本当。でも、まあ、若かったですからね、多分みんな。私もそうですけど。それぐらいでもやろうっていうぐらい深く考えたらできないですよ、まあ、できない。やっぱりこう若くて勢いがあるっていうか、もうこう熱中できるからこそいけましたよね、多分視聴者の皆さん、今のケイタさん見てね、いや、細いなと思ってるかもしれないですけど、当時何キロでしたっけ、一番マックス。一番マックスででも100キロ。やっぱ100キロ大きかったですよね。私も YouTube で、なんだよビースト、首細いなみたいに叩かれるんですけど、当時は首 細かったですよ。当時はちゃんと首細いって叩かれるんですか。いや、細いって叩かれるんですよ。違うんですよ、今は首をそれやることがないじゃないですか、やっぱり首メインじゃないからやってるんですけど、当時はそれなりに立ったんですよ、ちゃんと。首細いですかね。首細くなっちゃいましたね、そんな鍛える必要ないですもんね、普段日常生活。なかなかウエイトでボディビルで首をそこまでってことはなかなかないですね、でもやっぱ久々にこうやって生のプロレスラーを見るとやっぱ首太いなと思います。あんま自分では分かんないんですけど、まあ周りもみんなやってますからね。やっぱね、つい受け身取ったりとかしてるから自然と太くなりますよね。首は命ですからね、今首の怪我とかはないんですか。ないですね。それはすごいですよね、あれだけやってて首の怪我ないんで。捻挫したことはありますけどね、ケアをしたり、必ずやっぱ試合後とか練習後はこうストレッチをしないともう疲れが取れないっていうのが分かってるので。浜口ジムの時はやってたよね。やってた、やってましたからね、ずっとやってた。その自分のやっぱルーティーンなんです。なるほど、やることやってるんですね、やっぱりね。ちゃんとやんないと怪我しちゃうんですね。でもその義務とかじゃなくてやりたいことだけがもうやってる苦じゃないんですよね。ちなみになんですけども、まあ、私は燃え尽き症候群で挫折しました、はい、ね、ケイトさんはちょっと悪くしてしまって途中でね、はい、諦めなくていけない状態になってしまったと。無事デビューできたじゃないですか。ぜひですね、あの今プロレスラー目指したい子たちも結構いると思うんですよ、はい、プロレス地域低迷した時もありましたけど、はい、まあ、やっぱりどんどん人気がまた復活してきてると思うの で、ぜひ今プロレスラーを目指している人たちにメッセージを一つなんかもらえたらなと思うんですけど、こういう時代にそのプロレスラーになりたいとか目指してくれるっていうのは、こっちとしては本当にありがたい存在な
んで、まあ、本当頑張ってもらいたいですよね。やっぱ何をやるにしても生半可な気持ちでやっぱできないと思うんですよ、うん、やっぱ一番は本当になりたいんだったら本当になりたいって思うことがなるための近道かなと思うんですよね。ここのそこから自分がそれになりたいって思ってるかどうかっていうのをまず考えてみるのもいいんじゃないですかね。そうすれば俺の道を開けてくると思うんですよね。やっぱ本当になりたいって思ったんですけど、最初はどうしたらなれるんだろうしかやっぱ毎日確かに本当に思って分かんなかったですからね、うん、とりあえず自分はなりたいと思ってるだけですもんね。そうなんです。そこをまず自問自答して、いや、やっぱなるって言えばもう絶対なれますからね。じゃあなるために何をじゃあやっていくか、そうですね、かっていうのがやっぱね、うんうん、まあ2人はそれでね浜口ジムに入って、ね、まあ、実績あるジムに入ってそこから行こう、うん、まあ、私はそのまま、まあ、道場ですね、道場で格闘技学んで行こうとか、うんうんうん、まずは近くにあることから始めてみるのが一番いいんじゃないですかね。素晴らしいですね、もう、うん、いや、いいメッセージですよ、はい、やっぱ遠くのものよりはまずは目の前にあることじゃないですかね、何事も、うん、この時があるから今があるって、やっぱそれもありますよ、そうですね、やっぱ感謝であるって、うん、人生に無駄はないですね。無駄はないです。当時はもう弱い自分もね、すごく嘆いたりとか、まあ、才能がないんだろうか、努力が足りなかったんだろうかって思いますけど、まあ、今思えばね、意外と点と点がつながってくるというか、そう、この縁も多分そうですね。その、あのね、しても今日だって甲斐さんはこの15年ぶりに今日あった啓太さんからのご紹介でちょっと講演を伝えていただいて、はい、お会いさせていただいて、僕もお会いしたのも健太郎さんです。そうです、プロレスが繋いだ、そう、プロレスが繋いだ、しかも会ってた期間ってさっきに私3日間でやめてるようなイメージだったんですけど、1週間ぐらい、ね、1週間、そんなちょっとだけ、いや、週間か2週間、入る前からやめようと思ってましたからね。1週間2週間多分いたと思います。いたらしいです。実はそれぐらいしかない、たったそれしかない縁の中で今日、まあでも濃厚なんですよね、まあ濃厚ですね、本当はちょっとね、はい、全日本の部屋ってこんな感じだよとかっていう話もしたいんですけど、どこまで出してんのかっていうね、まあ、あのクローゼットってところに入ってよとか、まあまあ、まあ、まあいろいろあるんですけど、はい、まあそれはまたね、あの機会があったらちょっとお話にしたいと思います。はい、今ドラゴンゲート、主戦場にしていらっしゃいます。こちらの、概要欄ですね、下に概要欄の方に、ドラゴンゲートのホームページ、あと動画コンテンツ、そしてこの T シャツですね、あ、この T シャツも、はい、かっこいい T シャツ、はい、こちらもですね、ちょっとあの購入先ちょっと探して貼り付けておきますので、ぜひ皆さんご購入ください。はい、ケイタさん、はい、ご参加ありがとうございました。はい、ありがとうございます。そして第2弾となりました、プロレスラーの甲斐選手、ありがとうございました。ありがとうございました。またぜひ機会ありましたらいろいろお話ししてください。はい、ありがとうございます。はい、では今回もありがとうございました。さよなら。はい。